みんな美味しい料理食べたいか。料理人なんでめちゃくちゃ料理作るんだ。今日何個ある？今肉20個ぐらいあります。めっちゃ持ってる。飯作ったよ、飯作ったよ。信用しといてくださいね。最後に美味しい特殊プレゼントしますからね。分からんけど、なんか分からんめちゃめちゃ線路と日の熊の右向いてるやん。まあ本当だ。ライトさんの20はすげえ。いやスタイリッシュで。ライトへそくりとか作ってたからな、さっき。あ、ぐちゃぐちゃ、間違えた。あれ何してる動きがおかしいぞ。動きがおかしいぞ。すごいセンス。マジさん、あの銃向けていきなりちょっとコミュニケーションを始まっていいですか。いきなり銃向けて。日本じゃそのコミュニケーション取り方ないから。何？ここ北極だから。神宮寺さん何？スナパイさんが上から入れたよってタイミングに増えなかったですけど大丈夫です。俺も入れたよ。あれ？5個しか入ってない。5個買えないし、3人いるの。これメーターなんぐらいいけばコスト。めちゃくちゃ白くいくわ。半分よりちょっと多めだったら7個か6個入ってる。半端ない白でいくから4本5時ぐらいの数までしかないから6分の4本4本もう中で爆弾4本海賊グラシーみんな美味しい料理食べたいか。作るぞー。美味しいのたくさん作るからね。晩ご飯期待しといて。石炭さばりに行ったらね、2個入れてない。あ、もう神宮寺さん、僕ね料理人なんでめちゃくちゃ料理作るんで、今日お願いします。任してください。神宮寺さんのとっておきのね、美味しい大好きなあれ作ってあげるんで。毒入りのシチューをね。よし、すべてのアザラシは俺が狩る。疑ったんだから。じゃあめちゃくちゃ白かった時、そして俺が傀儡だった、どうするんですか。もっと戦術があるってことを教えてあげるのですよ。石炭1ミリも触んないから、みんな1ミリも触んない。鉛をくれましょう。僕エンジニアなんで。せい。これ1倍でしたっけ？1倍。これは1倍。マジ？皮ってありますか？皮はわかんない。承知でーす。あ、ちょっと待ってね。いや、髪固まってるのだるいな。3匹固まって、誰かオオムコアミ3匹固まってんだけど、来れない。こっちから処理するか。さすがにどうしようかな。ゼル君のためにも妨害少しはしてあげた方がいいなって思うんだけど。びっくりしたー。怖っ。スナパイさんだ。スナパイさん、オオカミ倒した？真ん中倒してないや。これ死ぬかもしれんのでカバー欲しいです。あー、じゃあ石炭こっちのやつ全部拾ってからにしよう。あー
僕早くご飯食べ作らないと怒られちゃうんですよね。瀕死。ライトが肉当たってる。めちゃくちゃ料理作るんでね、もうね何も言わせないですよ皆さんに。何個ある今肉？肉20個ぐらいあります。めっちゃ持ってるやば。もうめちゃくちゃいいコックなるんで。ライトが肉めっちゃ作ってくれてるから、ちょっとそうだな、火薬あだん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 欲しい。ライトさんいっぱいいるらしいから。料理作るぞー。解毒作んなし。4回目に入れようかな今回。4回目かな、ここまで。はい、ダメ。クラマくんちょっと出てって料理作るよ。ダメだからね。クラマくんダメだからね。解毒作ってんだもん。はい、離れてもできるからちょっとどいて。はい、どかないと切るよ、厳しいからね。あと任せでいい。あ、取らせて、お茶取らせて、お茶。お茶、はい、お茶ここ、お茶ここあげたよ。お茶あげたからね。はいよ。クラゲボイラス。ボイラス。マジ何？死んだ。クラマくんやん。爆発してるぞ。ごめんね。あ、ゼルくん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 。ゼル君確定。どこ？ちょっとキッチン入らないで、キッチン入らないで。ゼル君確定ね。ゼル君がボイラ室。ゼル君確定です。ゼル君確定。ゼル君確定。出して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 。マジ？ゼル君確定ね。ゼル君。ゼル君どこ行っちゃいました？あ、爆弾ダル仕掛けて幽霊歩きでクラマ君殺して逃げてきました。ボイラー室に袋下やって、そこに鍵入ってるから開けてほしい。いや、ナイス。ここでのやつが欲しかった俺は。誰が、そうなれば俺がめちゃくちゃ潜伏できるんで。ゼルク黒、多分爆弾だろ。黒です、黒です。あ、ゼルク黒ね。オッケーオッケーオッケー。直せる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 、絶対直せる。ゼルクね。マジかよマジかよ。なんかボイラー室最後に言ったんだよね。なんか、え、なにボイラー室って言うと思ったら爆発した。もう本当はビズビタしたよ。ベロクザ作りたい。後で作ろう。木とネジね。木と釘、木と釘。釘、あのワーク、ガラクタある。大丈夫。飯作ったよ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 。寒いととりあえずここに置いとくから食って飯。あ、オッケー、ナイスナイスナイス。あ、で、ライブ一瞬だけで解毒剤作っていい？あ、いいですよ。ちょっと待って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 、まだ取ってないから全部。はい。解毒剤ある、解毒剤ある、解毒剤あるよ。飯欲しい人、後で俺に言ってください。自分から作る一回。どっか行った、どっか行った。解毒剤どっか行った。のあれある？木材あった？木材ある、木材ある、木材ある。作る。何よ木材。作るんで、ありがとうございます。飯欲しい人、俺に言ってください。飯欲しい人。水浸しだよ。釘ある。いない？信じていくか。ランさんあげる。あ、ジングさんいいよ。ランさんこれ飯どうぞ。オッケー。俺釘4つ作れる。木ね、階段の下にめっちゃあるよ。ミネストローネ。ランさんが置いてくれてる。ありがとう。ジングさん、ジングさん左に飯置いときますよ。どうぞ。オッケー。ありがとうございます。素材取ってきます。素材。絶対大丈夫。絶対大丈夫。絶対大丈夫。絶対直せる。今回僕石炭取らないで飯ばっか行くんで、石炭任せますよ。ライターも飯多いんで、とりあえず信用してるから今は。うん。あ、信号機だよ。信用しといてくださいね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、はい、はい。お願いしますよ。ありがとう、ありがとう。最後に美味しい特集。プレゼントしますからね。はぁ。村でやりたかったなぁ、これ。多分足んねえぞ、これ。次は俺が回収しに行こう。なんか入ろう。あれ拾えてるな。ごまちゃん。いや、このコック白いな、みんな白すぎて。
るね。3時の5倍。いいとこいますね、ゼル君。いよいよその辺で全部石炭捨てといて。コマちゃんかなこれ。あ、コマちゃん、コマちゃん、コマちゃん待って、コマちゃん、コマちゃん待ってね。ローリングコマちゃん。めちゃくちゃ光属性見せるから、みんな待っといて。コマちゃんこんな場所に日光浴して、かわいいね。回りすぎ。今のところ前回の来るより白いよね。もうこれ白いでしょ。めちゃくちゃいいコック感出てるでしょ。サボタージュも起きてない。一旦帰、この次の飯でも一旦帰ってもいいな。また作り来たわこいつみたいな。いや、こんなにもいらないよぐらいな作って、みんなの腹を満たして。至福の気持ちをね、味合わせて後でやります。最後人肉にしようかな。もう人肉しかないわっていう。せんのね、今でいなくて大丈夫。ホワイトアウトが終わってから行っていいよ。さあ行くぜみんな。あ、オッケーオッケー、ナイス。ここに3つと、あ、クラブ君どこ？俺も一緒行くわ。はい、シチューもう1個行くぞー。シチューもう1個できるよー。シチュー、シチュー2個目できるからね。お腹空いてる人いる？運転手いる、運転手。あれ今回真ん中から行かないですか？石炭、石炭が見えてる。運転しようか、運転するわ。じゃ待って待って、まだまだまだ乗る、船乗る、船乗る、待って、船乗る、待って。運転手いますか？できますよ。船乗るんで待ってください。あ、このルート行くんだ。どのルートになってます？まあ、左、全部左。はい、了解。あ、誰誰？せんちゃん、せんちゃんダメダメ。ごめん、あの人は触らないで。で、その肉、あのご飯もう足りなくてめっちゃ体力減ってたから焼いた。一つだけ焼いた。あ、オッケーです、オッケーです。で、そのお肉、あのランチも持ってたんだけど不安だったら使って取り除いておいてください。オッケーです。お出しに入れてます。とりあえず信じます。でもまあ使わないけど。4番目、6番目ゼロです。はい。キッチン入らないでください。キッチン入らないで、キッチン入らないでね。キッチン入らないでね。ねえ、左に2人ぐらいいるけど誰やれ？ん？誰だろうな。左に2人いるよ。誰やれ？トンネルの中入ってたよ。オッケー。あれ誰？左に。一旦これで使い切ったかな。今いない人ちょっと引かれて。オッケーでーす。こっちのルート熊いんだよな。そうですね。オオカミ来た。さて。とりあえず行けるところまでまっすぐ行く、ね、誰かキー持ってないですか？キーキー山ほど船内にあるよ。どこどこ？キー渡しますよ。ください。ビーフシュー今作ってます。はい、石炭終了です。あ、どこですか？ジングリさん、ちょい右、ちょい右。 ありがとうございます。あ、触らないでキッチンは。ありがとうございます。あ、すぐ左、左。美味しいシチューできたよみんな。美味しいのできたよ。はい、止まりましたよ。はい、あげます。どうぞ。シチュー欲しい。
コンロは触らないでね、コンロ触らないでね。シチューもらった。はい、ナンさんこれ美味しいからね。もう一個あげるよ、サービスサービス、どんどん取ってって。あ、全部もらった。はい、スナパイさんどうぞ。これもと、はい、じゃあ、もらってくれ。いってらっしゃい。ありがとうございます。はい、もっとあるよ。ジグさんもっとあるよ。ありがとうございます。ジグさん後ろ、ジグさん後ろね、後ろ。グベベーってなったらなら、これでグベベーなったらやばいでしょ。もう一個、余ったらちょうだい。あ、一個僕食べちゃったんですけど、じゃあこれあげます。僕のなけなしの一個あげます。嬉しいね、こんな信じてもらえるなんて。ビーフシチューの効果ってすごいな。マサダ飯ある、大丈夫？俺はまだいける。クラマ君やばいんじゃない？二人とも飯はない。クラマ君にあげて。あなたたちのために用意してました。ナイス。どこあるよ、ちょっと待ってね。牢屋の上に隠しとく。で、はい、これ、クラマ君、飯。船内いるの、ライト君だけか。今ね、みんな飯、俺の飯食べてどっか行った。マジで飯行こうだ。ごめん、ありがとう。はい、これ、これ、ブラフかますか。一回ブラフかます。かました方がいいね、これは。一回、多分、まあ、クラマ君確定で白、爆弾食らってるから。はい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 。ライトもも白でいっかな、とりあえず。今回さすがに白で思ってほしいっすね。まあ、まだ分からんけど。されたころは青巨巨ブラフかもしれない。ナイスナイス。村行ってきます。ちょっと飯まだまだ作りますよ今日。もう人肉でもいいかなって思ってるんで、人肉シチュー作りますわ。誰いる？誰？誰誰？誰？誰いるの？誰？ASMR でも誰かしてますか？ASMR してる。怖い。誰？え、ゼルくん？ゼル？あ、俺襲われてる。ジングさん助ける。どこ？ここ。ここです。あ、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 行く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 。どこ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 。助けて。全員人肉に一周にしてやるからな、こら。重くない？いや、ちょちょ、待って、死ぬ死ぬ、これ待って。あ、死んだ。待って、起こす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 。まだ、あ、ちょっと待って、待って待って、オッケーです。やばやば。ジングさん。ここ、ここ、このお家。温めてもらって、寒い、寒いに。寒い、ちょっとこれ、暖取れます？木材にそこに入れて、ランさんできる？できたー。あったかい。ナイスナイス。ランちゃん、行くもんよ。ナイス。神宮寺さん、神宮寺さん隠しろです。はい、隠しろなんで。みんなのためにちょっと人肉シュー作ってくるんで、ちょっと待ってね。人肉シューめっちゃ。注射器あげるよ、注射器。誰か死んでる、誰か死んでる。寝てんじゃん。ちょっと神宮寺さんなんで寝てんの？直したら布団で寝てるの、ベッドで。あ、早っ。いる？これ注射器。注射器。表も全然立ってないな。どうしたんだろう。めっちゃ毒だったらどうしよう。毒だったらもう射殺しましょう。もうそこで切り刻みましょう。毒だった？毒だった？何かかる。ランさん、神宮寺さんはね白なのでお願いします。あったー。真っ白でございます。ゼル吹いたよ。ちなみに近くに。うん？ゼル吹いたよ。ASMR。ASMR。トーテムなんかゼル君どうしたんだろう。やる気なくなったトーテム。トーテムのやる気が。感じられないぞ。どうなんだろうな。そんなに倒してほしいな。いっぱい倒したよ。ふざけ。真
進行はいいから爆弾はどうしよっかな。この石炭取ってあれルンだルンだね。解毒も作っといて心象よくさらにしたいんだけどな。おし、トーテム作ってくれてる。いけるぞ。どうしようかな、これ。これめっちゃ悩むな。倒してとこ。解毒も作って。シチュー作れるぞー。お腹空いてる人いる？昼ご飯あるよー。昼ごはんあり、はい、あ、みんな神宮寺、みんな神宮寺さん、神宮寺さん白ね、隠し白で、あの傀儡呼ばれてたんで隠し白です。神宮寺さんすごいな、トーテムバキバキやな。船しか雨だから。オッケー、すいません、気持ちちょい左にいながら真っ直ぐ。誰誰、あ、ロンさん、ダメだよ、ここは僕シェフの場所なんで。ここ真っ直ぐでいいよ、真っ直ぐでいいよ、先輩さん。何、にぐやいだの、おい、あ、ありがとう。ごめん、ご飯全然取れないから。あ、だ、あいる、あるよ。ビーフシチュー、ある、ビーフシチュー、ある。あ、食べたい、食べたい、食べたい。オッケー、作る、今から作るから、美味しいの待ってて。はーい。あれ、ヒロクマなんちゃん、生きてる？いるよー。生きてたよー。あ、おまけさん、まだ、行ってない？あ、行ってない、行ってない、大丈夫。え、なに？僕はまさかりじゃないよ。何してるの？あ、そのケース、血が打ってる。さて。まあ、人はゾンビ来たからね。人はやめたの？解毒作っといて。こっち向きな。いいが、このことは内緒にして。ああ、こいつも。三者三様なんだけど、ジャンケーしてる。分かる。偽食後みたいになってるやん。大丈夫？じゃあ俺食。じゃあ俺偽。いいよ。そうそう。今ビーフシチュー作ってるからね。今ビーフシチュー作ってるからね。洗浄室入らない。パンが欲しいな。あの、調理室入らないで、調理室絶対入らないでください、調理室絶対入らないで。発生するとき左に旋回しながらやろうか。あ、じゃあこれ、行っちゃいましょうか。なになに？石炭入れちゃってよ。なに、クロン君入った、入っちゃダメだって。なに？あ、入って、入って、いるよ。石炭さん、石炭どこ？あ、俺が持ってた。これってね、ビーフシチューじゃないんだよ。これ人肉シチューだから、あ、食べていいよ、人肉シチュー。これミートシチューなんだよ、ビーフシチューじゃないんだよ。あ、ミートなの、みんな、ご飯あるよ。食べて、砂場さんどうぞ。何かわかんないんだよ、これは。はい、はいはい。ランさん、ランさん、美味しいのできたよ。大丈夫でしょ。はい、これ、はい、これミネストローネね。ミネストローネね。あ、いや、ちょっと待って、砂場さん、食べたい、砂場です。やめてよー、一、二か。これ左、左、左からの、左、左、めっちゃ左でいい、めっちゃ左でいい。これ、お腹までもついてきたよ。オッケー、クラウン君待ってね。左、まだ左、襲われてるらしいよ。これみんなもうご飯大丈夫？とりあえず。こんぐらい食え、こんぐらい食えばみんないけるでしょう。こっちから泳いでいこう、こっちから泳いでいこう。あ、先輩さん、なんで？行くんだったら樽持ってって。あ、救いに行く、待って！救いに行くよ！絶対救うから待って！救うから生きて！救うから！神宮寺さん！愛してるよ！愛してるから。どこ？うわー、マジか。あらー。あらー。ちょ、神宮寺さん解体しましょう。なんか銃持ってる。怖いな。解体しよう。解体しよう。解体しよう。ランさん、これ神宮寺さんの石炭取って取れる？うん。石炭取るよ。うん。鍵もあるよ。いいよ、お越し行こう、お越し行こう。ね、神宮寺さん、寒いからバラバラになっちゃう、バラバラになっちゃうから、早く入って。
ちょっと僕の下あさりに行きたい、誰かついてきて。あ、ジングさんの下、今下あさってるよ。あさってるよ。ゾンビ村ジングさん、ちょっとバラバラにするね。ちょっと待って、僕ジングさんの下、あのランさんと僕で持ってるんで。怪しいのはどうしたらいいんですか。ランさん、でも石炭しか渡しないです。ジングさん、これ銃。あ、俺銃取った。銃。ちょっとバラバラにします、神宮寺さん、これ神宮寺シチューちょっと作るんでめちゃくちゃ美味しいスパイスにするんで任せてください。愛してる。神宮寺さんの左に急いで舵を取ってほしい。右急いで舵を取ってほしいです。当たる。そのまま真っ直ぐで大丈夫です。はい、傀儡召喚で死んだんすか、神宮寺さん。傀儡召喚で死んだの。何？傀儡召喚で死んだんすか。傀儡召喚で死んだ。あー、大丈夫。マサカリ枠、神宮寺さん隠しろ。あ、ライトもその隠しろ知ってます。ライトもいい進行の速度だね。めちゃくちゃ遅延できてる。次が4日目、ここで行きます。誰の音？隣にいますね。でも階段に殺したやつじゃないかな。なに怖い。誰？え、銃、待って、神宮さん銃持ってるよね、神宮さんが。僕撃ってないっすよ。あー、ゼル君いるんだ。海兵は？マサさん。海兵マシャさん。あ、マシャさん、いいですよ。ありがとう。傀儡の音してないから。傀儡撃ったわけじゃないならゼルク君と交戦した可能性ある。あー、ありますね。神宮寺さんシチュー作るんで。あ、神宮寺シチューです。お肉が欲しいです。神宮寺肉シチューね。そうです、神宮寺。神宮ちょっとこの最終日なんで大丈夫か、これ。4番目と6番目ゼロです。はい、誰も入らないでね。進行度やばい。閉めときますね。はい、センちゃん今入った。俺も出るか。センちゃん今入った。入ってないよ、扉閉めただけ。オッケー。シチューあとどんぐらい？もうすぐです。もうすぐです。もうすぐできるんで待ってください。オッケー。もう15秒ぐらい。ちょっと待ってくださいね。はい、毒入りしてる。開けずに待ってたのに鍵閉めるの。いやいや、すごいね、あなた。いや、これうちからしか鍵開けられない、あの閉められないんで。知ってるよ、入ってなかったのに閉めたね。すいません。あ、傀儡召喚来て、俺とクラマクでやられたから隠しろです。オッケーです。間に合わないならもう行くけど。あ、もう間に合う。もうできる。今できた。あ、でね、石炭はい、みんな飯できたよ。みんな来てキッチン、今落としました。欲しい。はい、食べて。はい、飯食って。はい、みんな神宮寺さん、飯。はい、どうぞ。これマスケット。よし、行くよ。マシャさん。マシャさん。ごめん。はい。どこライトどこ？ライト下。ここはい。はい。一個だけもらう。これも一個。もう一個あげる。マジありがとう。これマスケット開かないよね、多分。ガンガン食ったです。ギリギリ。オッケー。神宮さん、これ飯。飯。神宮さん飯。はい。一番目と二番目の数字わかる人いますか？いや、わかんない。最終日です。最終日だよ。ナイス。線の持って、線の死んでるから一回。チビ銃、僕もください。もうチビ銃捨てて。いや、ライト持ちます。ライト持ちます。ここは。あいつライトも一人だと思うから持って。俺も一個じゃ取れますけど。弾を置くんで僕6発持ってるから多分。オッケーです。行きましょう。もうクマ。正面から。正面からクマこっち。行こう。ライトさんじゃないよ、ライトさんじゃない、それセンちゃん入れてる。
ごめんね、本当に。解毒作っておいてあげますからね。解毒じゃないな、もう。ああ。さ、外に出てる人いますか？じゃあ、ニトログリセリン行きましょうかね。それだけでちょっと殺すわ、もう許せねえ。許せねえって声聞こえたわ。泣きそうですよ、信じてもらえなくて。ここにちょっとお供え物風にここ置いとこう、一個お供え物。あ、ワンチャン食べれるんじゃないかなって思わせれるような雰囲気です。大警報鳴ってる、大警報。まあ、俺はね、高い優雅な紅茶でも作って皆さんを待ちましょう。バスケットしようと思ってね。動画だなこれ。結構苦しんでるんじゃないですか。さあ、レベルの高い傀儡もね、召喚呼んで。さあ、毒が刺さっております。現在刺さっております。かなり標準がずれるからやめてよ。全部いただきましょう。最後爆弾だるね、作っていきたいね。きついと思うよ。上がってきたら俺いますからね。よし。いや、村視点怖すぎて見れないわ。怖すぎて見れない。俺は、俺今回の試合は村視、いつも結構ね、いろんな人のアーカイブ見たりするんですけど、今回ちょっと怖すぎて見れないね。マシャさんのブチ切れてそうだもん。あいつだけはマジ許せんわってなってそう。あ、ダウンしちゃったか。やる気ないっすか？やる気あるじゃん。あんまりやる気ないっすよ。ないっすよ。だってもう死ぬもん。もう死ぬの？もう死ぬっすよ。俺も死ぬっすよ。マジ？みんなで死のう。死のう。死のう。せんちゃん毒、せんちゃん毒大丈夫だった？せんは毒は大丈夫でしたよ。やばい、クラマくん来た。あはははは。やばいやばい。待て、開けてくれた。ニロ誰なんだろう。おい、ゼルック白でしょ。ゼルック白。ゼルックどこ今ちょっと見られ。早く開けろよゼルック。ゼルックどこ。
いや、ゼル君、ゼル君やれなかったっすわ、マンシュさん、ほんと申し訳ないっす。すいません。いや、もうほんと申し訳ない。いやー。え、ライト死んだ？いや、死にました。ゼル君めっちゃ強かった。寒そうな、寒そうにしてる。なんか銃使われて。今、揺れ歩きしてます。え、いなくない？ダンさん、すいません、ほんと。ゼル君がめっちゃ。すごい、席、席が聞こえる。揺れ歩きます。ゼル君どこ？うん。ゼル君さん、大丈夫ですか？え、これ、船長室いる？あれ？崩壊室いないですか？よし。うん。あ、うわぁ！あゆち、あゆち、あゆち。ちょ、あゆちした？マシュさん、一緒に寝ましょう。寝ましょう、一緒に。マシュさん、寝ましょう。どこから声聞こえるのかわからないけど。あ、変な感じね、ここね。爪。あ、寝てる、寝てる。マシュさん、今、添い寝してる。あ、寝てるんすか？寝てる、寝てる。グーグーしてる、いびき聞こえる、いびきが。あれ？死んでる誰か。あ、すいませんでした。じじいした。すいませんでした。信用しちゃったからな。しょうがない。